織田信成が羽生結弦の、生命、韓コピにチャレンジした結果、やっぱ違う人と違う。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月2日、フィギュアスケーターの織田信成さんの YouTube チャンネル、織田信成の、滑るけど滑らない、チャンネルでは、織田さんが羽生結弦選手のフリープログラム、生命を韓コピする動画を公開。 プログラムの壮絶さに改めて注目が集まっています。織田のハブの生命、カンコピにチャレンジした結果、ハブ選手が2018年、平イオリンピックで金メダルを獲得した時のフリープログラム、生命。今回の動画では、織田さんが、生命、踊ってみたに挑戦します。何ヶ月も前から練習してきたという織田さん。入念なリハーサルの後、本番に入ります。動画では、小田さんが踊る、 生命をフルで公開。四回転ジャンプは三回転にするなど変更はあったものの、見事約五分間に及ぶプログラムを踊り切った小田さん。演技終了後はしばらくの間、無言のまま肩で激しく息をします。やっと出た一言は、しんどすぎて喋られ、縁とのこと。ちょっと、一周回ってきていいですかと言い、リンクを回った後、少し落ち着いてから感想を語ります。途中まで、あれ、これ、 ちょっといけるんちゃうかなと思ったんですけど、いや、無理と小田さん。滑ってみて分かったんが、ハブくんマジで助走生変年なって思ったと言います。小田さんによると、ハブさんの演技では、後半のイーグル、稲葉川のところから、ターンしてチェンジしてアクセル行くとこあるんですけど、動画で見たら一回もクロスしてないんですよとのこと。しかし、小田さん自身は、無理、と思って、クロス2個ぐらいいたしましたもん自分でと。 ハブさんの演技を韓国することの大変さを語ります。織田、やっぱ違う人と違う。オリンピックを控えたハブにエール、生命を実際に踊ってみて、なんか、やっぱ、すごい人やねんなと思った。改めてと織田さん。しかもダイラマサ、オリンピックの時って多分怪我とかもあって、そんな万全な状態じゃなかったのに、これ滑り切れるって、やっぱ違う人と違うとしみじみ感心します。そして、 こんな難しいプログラム滑って頑張ってたのに、まだこの4年、コロナとかもあったりして、その中ですごく頑張ってきていて、みんなそれ知っているから、もちろん出るからには金メダルだと思うんだけどと、これから北京で行われる冬季オリンピックに言及。楽しんでというかその、今までやってきたことを出し切るっていうか、それだけで結果は多分後からついてくると思うので、国民全員応援してるから、ほんまにあの、 頑張れって頑張ってるから、あえて言わないですけど、ありのままで全力を出し切ってほしいなと思いますと、ハブ選手にエールを送りました。織田の演技に視聴者、相当きついプログラムなんだな。演技を終えた後の織田さんの様子から、生命がどれだけ大変なプログラムなのかが伝わる今回の動画。ネット上では、織田くんでこんなに疲れるって、やっぱり相当きついプログラムなんだな。さりげなく入れる解説。 相変わらず分かりやすくてとても好きです。アングルがリンク内と引きバーの2パターンなのが臨場感と見やすさで最高です。との声が上がっています。小田さんが再現してくれたおかげで、改めてハブ選手の凄さが視聴者にも伝わったのではないでしょうか。北京オリンピックでの活躍もますます楽しみですね。番組情報、小田信成の滑るけど滑らないチャンネル。 https://www.youtube.com スラッシュウォッチ。Watch. v= イコーしやイズネブ。うん、にきもなか。大人可愛い,いウェブマガジン COCONUTS 編集部。合同会社ビズニウムズ。羽乳ユズルプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年、平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。